俺さ、やっぱ癖って直さなきゃいけないなと思ってた話でさ、はい、僕ね、角を触る癖があるんですよ。あー、もうすぐ触るね。なんかこういうところの角とか、こういうところとか緊張しだしたら、こういうところとか枕とかでも角、枕ね、枕とかでも僕角見て買うぐらい角を中心に生活してるんですよ。角中心、で僕ね、角が端だけど、で、角の最高峰ってチャックなのよ。チャックの角の連続、むちゃくちゃ触るってさ、むちゃくちゃ触る、リュックサックのここのね、ジッパーのところがずっとも触って、むっちゃこうやって触っちゃうのよ、うんうん。だから電車とかでも俺ズボンのポケットがもうチャックになってんだよ。もう触るようにああ落ち着きたいようにね。だから携帯見ながらこのチャック触るのよ。いつも電車触りながら。そしたら今日その自分のチャック触ってると思ったら横のおじさんのポケットのチャック俺ずっとこうやって触ってて、お前何すんだお前っつって最悪。いや最悪だよそれは、不審者すぎるって。だから向こうはそのポケットなんか多分財布盗まれるかとか、もう本当にその本当に怖い人がね、怖い、本当に怖い人が。でも言えないじゃん、僕チャック触るの癖で。いやいや、まあそれもね、それでたまたま触ってたんですけど言えないから。やばいね俺も。いやいやそれ怒られるだけで済んでよかったよ、お前って言われる。もうすぐ逃げたもん、次開いた瞬間逃げたもん降りる駅じゃないのにね。もうこれでなんか変に財布泥棒とかやったら嫌だな。いやそうで危ないよそれは。